マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤すみかです。あなたはこんなことないですか？毎日ダイエットメニュー考えるのもうめんどくさいとかね、あ、もう今日疲れた、手抜きしたいって思ったりしませんか？私だってね、そんな日ありますよ。そこでこの動画ではダイエッターの強い味方、簡単にできるダイエットレシピがわかるんです。もしあなたが簡単にダイエットレシピ作ってみたいなとお考えであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。内臓脂肪を減らす簡単痩せスープのレシピについてお話ししていきたいと思います。この動画のお話の流れはこちら。1、痩せるスープのポイントとは何でしょうか。2つ目、簡単にできる痩せスープのレシピ、作り方、実演動画ご準備しております。ぜひ最後までご覧くださいね。では1つ目の項目です。痩せるスープのそのポイントなんですが、もうそれはズバリ痩せる材料を使っているからなんですね。イコール腸を整えて内臓脂肪をどんどん減らす効果がある食材を使ったスープなんです。まず1つ目はこちら、トマトです。トマトはですね、脂肪をどんどん燃やしてくれる効果があるんですよね。そしてむくみ改善で栄養価も高くて、ビタミン C、リコピンなどなど、ベータカロテン、ビタミン E、 こういったものをね、バランスよく含んでいる素晴らしい野菜になるんですよね。はい、そして2つ目の材料はこちらです。キクラゲを使っていきます。キクラゲはね、余分な糖質を包み込んで出してくれる効果が高い食材になります。でしかもね、太るもと血糖値の急上昇をグッと抑えてくれることで、脂肪をため込みにくくしてくれる効果が高いんです。そして最後にちょい足しするオイルがこちら、オリーブオイルになります。オリーブオイルはやはり腸内環境を整うオイルの代表になりますよね。そしてその結果、便秘が改善されて、お腹すっきりデトックス、代謝が上がって痩せることができるわけです。またポリフェノールも含まれてますね。そして満腹中枢を刺激してくれますから、自然とあなたの食欲を抑えてくれる効果まであるんですよ。ではここから2つ目の項目です。簡単にできる痩せスープの材料と作り方、そして実演動画ご準備していますので、進めていきたいと思います。まず今回のスープの材料はこちらです。トマトのキクラゲスープです。1人分です。無添加のトマトジュースを 200ml、 乾燥したカットキクラゲを適量を準備しましょう。そしてエクストラバージンオリーブオイルを小さじ1杯程度準備してくださいね。それでは作り方です。こちら、耐熱容器にトマトジュースとカットキクラゲを入れてください。そしてふんわりラップをしましたら、600ワットの電子レンジで、まあ、お好みでいいんですけれども、まあ、2分から、まあ、場合によってはちょっと少しずつ加熱して食べやすい温かさに調整していきましょう。そして仕上げはそのエキストラバージンオリーブオイルをとろっとね、小さじ1杯程度かけたら簡単スープの出来上がりということになります。それではここから実演動画ご覧くださいね。どうぞ。
いかがだったでしょうか。今回の動画のポイントまとめはこちらです。まずは内臓脂肪を燃やす効果が高い材料を使っているからでしたね。そして簡単に作ることができますから続けやすい、また効果も得やすいということでお伝えしてまいりました。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたらいいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。